れて眠るから、あんたが生きてた時にはちょっといい男だよって、ちやほやされてちやほやされて、あたしは唇噛んでたのが、あんたのお骨は墓には入れないよ、あたしが一緒にこうして暮らすから。寂しがり、あたしもわがまま、あんたにゃ言えたのさ、二人は似た者同士だよって、子供がないのもいいもんだって思ってたのに、思ってたのに、一人であの世へ行っちゃった、あんたのお骨は墓には入れないよ、あたしが一緒にご飯を食べるから、君を残しては死ねないよって、あたしの手を取りたくせに、死に顔なんて死に顔なんて、美しくなってなんとしよう、あんたのお骨は墓には入れないよ、あたしが死んだら一緒に埋めとくれ。の時代に無敵の騎馬将軍と呼ばれた呂布という男がいました。彼の相棒は真っ赤な馬関戸。呂布と関戸は人馬一体となって中国の創建にかけていきました。人中に呂布あり、馬中に関戸へ、国会議事堂前に蓮沼ラビーへ、俺と関戸の物語、俺の石刀馬、俺の石刀、爪の音が俺を揺らす、黒い俺の心に赤い血が吹くよ、黒い俺の心に咲いた赤い俺とお前。
と二人の勇姿をあの世のお袋見せてやるぜ。波風走る、たとえ俺が死んでもお前は嘆くな。俺はいつでも空からお前が見えるよ。黒い男の戦に赤い花、男の野望も欲望も蹴散らすのが見えるよ。俺の石飛ば、俺の石飛ば。天下も国家も関係ねえ、お前と戦場をかけりゃいい。ケチなこの世でお前に会えたぜ。俺の人生捨てたもんじゃねえ。俺の石飛ば、俺の石飛ば。俺とお前と二人の伝説、100万年後に見せて。